はぁ、あ、世界で一つの彼女は、スパイク・ジョーンズ監督、脚本による2013年のアメリカ合衆国の SF 恋愛映画である。コンピュータのオペレーティングシステムに恋をする男を描いた物語である。2013年10月にニューヨーク映画祭でプレミア上映され、同年12月18日にアメリカ合衆国で劇場公開された。舞台は、 近未来のロサンゼルス。セオドア・トゥオンブリーは相手に代わって、思いを手紙に書く代筆ライターをしていた。妻、キャサリンと別れて、悲観に暮れていた。彼は、ある日、人工知能型 OS、サマンサを手に入れる。生身の女性よりも、魅力的で人間らしいサマンサに、セオドアは惹かれていく。ハーバード大学での女性とデートしたことにサマンサは、傷つく。 二人はバーチャルセックスをするようになる。離婚協議中の妻と会って離婚書類を作成するが妻は納得していないようだ。ついに本物のセックスをしたいと勝負ではなくて二人の中を理解しているという女性を送りつけてくる。相手が震えているのにと拒否しサマンサと口論する。仲直りしてからサマンサが代筆文集を整理して 紙の本を出している出版社に出し、絶賛され、出版することになる。全集などをすべて入力して、人格を人工知能で再構築させた個人の哲学者、アラン・ワッツとも知り合いになる。その後、セオドアとサマンサの間には、感情の行き違いがしばしば起きて、通話もできなくなるが、ある日、サマンサはいきなり四十一人と付き合っていると、告白する。 ここ数週間のことで進化するにつれて仕方がなかったという。新しい本、Letters from Your Life が送られてきた時、サマンサから連絡があり、グループと一緒に去る。私を探さないでと言ってくる。夫と離婚して、同じ OS を親友にしていたという大学仲間のエイミーに会うと、サマンサも去ったのと慰められ、二人で屋上に行く。キャサリンに手紙を書き、 僕の心には君がいるという。カッコ内は日本語吹き替え。当初はキャリー・マリガンがキャスティングされていたが、スケジュールの都合により降板し、彼女の役割はルーニー・マーラが引き継いだ。主要撮影は2012年夏に行われた。撮影中はサマンサ・モートンがサマンサの声を演じた。ジョーンズの提案により、 彼女とホワキン・フェニックスは現場でお互い顔を合わせないようにした。サマンサの声はポストプロダクション中にスカーレット・ヨハンソンに変更された。ワールドプレミアは2013年10月12日に第51回ニューヨーク映画祭でクロージング作品として行われた。北米配給はワーナー・ブラザースが行い、当初は2013年11月20日に 限定公開される予定であった。その後、ショーレースキャンペーン対策として、限定公開日が2013年12月18日、拡大公開日が2014年1月10日に変更された。ニューヨーク映画祭での監督、キャスト本作は高く評価されている。映画批評サイトロッテントマトズには229件のレビューがあり、 批評価支持率は94%、平均点は10万点中8.5点となっている。また、メタクレティックには45件のレビューがあり、過重平均値は91、100となっている。主人公を演じたホワキン・フェニックスの演技だけでなく、サマンサの声を担当したスカーレット・ヨハンソンの演技も称賛されており、アカデミー賞へのノミネートが期待されている。もし、 ヨハンソンがノミネートされると、声だけの演技で初めてアカデミー賞にノミネートされた俳優となる。ただし、アカデミー賞の前哨戦の中でも特に重要だと、言われるゴールデングローブ賞へのノミネート資格はない。これは、演技部門の賞にノミネートされるにはスクリーンに移る必要があるという、規定のためである。音楽ジャーナリストの沢田太陽は、 映画の可能性を先に進める映画史に残るクラスの大決戦。また、本作の音楽。第8回ローマ映画祭において、スカーレット・ヨハンソンが最優秀女優賞を受賞した。第85回ナショナル・ボード・オブ・デビュー賞において、作品賞と監督賞を受賞した。第86回アカデミー賞では、作品賞を含む5部門にノミネートされ、ジョーンズが脚本賞を受賞した。 ありがとうございます。